ボンベイサファイアボンベイサファイアとはバカルリ社の古会社ボンベイスピリッツ社がイングランドのチェシャー州で製造しているジンのブランド名である。1987年から発売されている。製品の流通はバカルリ社が行っている。ボンベイサファイアの名前は英国統治下のインドでジンが人気を博したことから都市の名前であるボンベイを冠することとなったのが由来である。当時は マラリア予防の目的でトニックウォーターにキニーヌを混ぜて飲んでいた。トニックウォーターは医療品ではあったが、より洗練された飲み物として楽しむためにジンを加えるようになった。原材料と蒸留方法において際立っている。伝統的な原材料であるジュニパーベリーに加え、9つの香料と植物が加えられている。なお、ジンの香料は、 企業秘密として伏せられるのが常であるが、ボンベイ社は公表している。通常、アルコール分と香料は混ぜ合わされて蒸留されるが、このスピリッツは蒸留され、その蒸気がハーブやスパイスを通されるため、香り高いジンに仕上がっている。この特殊な香り付けの方法をベーパー、インフュージョン製法と呼ぶ。アルコール自体を作るベースとしては、スコットランドで作られた穀物のみを使用している。 そして最後に加える水は、英国ウェールズのベルヌイコを水源とする。またスーパープレミアム人として、10種のボタニカルにさらに、ベルガモットとアンブレットシードを加えた、スター・オブ・ボンベイが販売されている。四角く、サファイア色のガラスから作られた瓶が特徴である。ラベルには、ビクトリア女王の肖像をあしらっている。ボンベイサファイアは、ドライマティーニによく使われる。ありがとうございます。